オーです。オーバランチャンネルへようこそ。11月一発目のスピードトレーニング、まあ、スピードっていうか今日は一昨日に32キロマラソンペースでいいトレーニングができたんですけど、とある理由でちょっとねこのひらめ筋をちょっとだけ、まあ、痛めたってほどでもないですね。筋肉痛というかちょっと気になる部分があるので、今日は4キロ ×2 の T ペース、まあ、それでも簡単じゃないと思うんですけども、 T ペースはキロ4分11秒ぐらいでね入れればなと思うんですが、それをやっていきたいと思います。そのとある理由でひらめ筋を痛めたっていうね、この理由に関してはまた別の動画を上げますけれども、まあちゃんとした理由です。ちゃんとした理由っていうか、まあ嬉しくない理由なんですが、というわけでこれから4キロ ×2 の前に4キロウォームアップして、で終わってからも4キロクールダウンという形で全部で10マイル行っていきたいと思います。よし、終わりました。4キロ ×2、 結局安定してキロ4分8秒ぐらいかな、2本、間3分レストですね。まあ最後きつかったですけど、気になってた右足のひらめ筋も全然痛くなくてよかったです。今週末にねバルノラスコハーフマラソン、ホノルルマラソン準備シリーズ第5弾、まあ今まで1回しかなかったんですよ、今年はハーフマラソンがありますので、まあ90分切りはちょっと厳しいかなとは思うんですが、コース的にね、まああわよくば行きたいなと。最初ちょっとね4分10から15ぐらいのペースで行って調子見てどうかということですね。まあでも最低 PR 1時間32分、まあこれは切れるかな。そして1時間30分台で走りたいですね。まあこんな感じで4キロ ×2 T ペース、キロ4分8秒完了。これからあと3キロぐらいジョグします。それじゃあ